昔、秋田県の山奥、鹿角の寮に定六という一人の漁師が住んでいました。定六はこの地方では名うての鉄砲打ちの名人で、将軍様から特別な証文をいただいておりました。この証文さえあれば、たとえよその領地でも自由に漁をすることが許されたのです。定六には白という雪のように真っ白な一匹の猟犬がいました。白は子牛ほどもある秋田犬でしたが、定六が子犬の頃から育て上げたせいか、まるで子供のように定六に懐いておりました。白はとても優秀な猟犬でした。目も鼻もよく聞いて、一里先の獲物すら嗅ぎ分けることができました。定六がこれほどまでに名のある漁師になれたのは、シロのおかげでもあったのです。ある雪の激しく降る日のことでした。昼近くになって、雪は少々小降りになりましたが、どういうわけか、この日はさっぱり獲物が見つかりません。一体どういうわけじゃ、ほんの小物も見つからねえ。こんなところまで来ちまっただか。もう一山越せば三の昼じゃ。日も傾いてきたし。シロ、そろそろ帰っか。やった。逃がすな、逃がしてねえぞ。定六もこれほど立派な青いの獅子を見たのは初めてでした。時の経つのも忘れ、無我夢中で青いの獅子を追っているうちに、隣の国三戸まで来てしまいました。三戸寮か、えらい遠くまで来たもんじゃ。当時、普通の漁師は自分たちの領地以外で狩猟することは許されていませんでした。漁師の定めだで、許せ。その夜、山はまたまた大雪で、定六は洞穴の中で夜明かしすることにしました。定六は妙に惨めな思いがしました。先ほど撃った親子の青いの獅子のことが忘れられない。傷ついた母いの獅子に身を寄せ合うようにして、
うずくまっていた2匹の子供。何やら胸の中をシーンとした風が吹き抜けていくような思いでした。次の日、サダロクは親子の青イノシシをソリに乗せ、朝早く洞穴を出ました。家へ戻るにはいくつもの峠を越さなければならないのです。深いブナの森に差し掛かった時のことです。は？お主、どこの者じゃ？おら、隣寮のサダロクという者だが。隣寮の門が三戸寮で寮をするとはどういうわけじゃ？よその領地で狩猟することは禁じられとる。お主も知っとろう。わしは将軍様から天下御免の証文を受けた狩人だ。証文さえあればどこの寮で狩猟しようと自由なはず。ほれ、この巻物じゃ。ない、しまった、証文を忘れてきただ。こいつ、いい加減なことを抜かしおって、ひとらえろ。ま、待ってくれ、本当に家に忘れてきただ。サダロクは大事な証文を家へ忘れてきたのです。でもいくら言っても聞き入れられず、三戸城下の代官所へと連れられて行きました。代官様、本当ですだ。わしは和野領のサダロクという領主です。将軍様から天下御免の証文をいただいておりますのだ。家へ帰れば必ずあるだで。明日処刑を取り行のう。そんな。シロ、お前が人間じゃったらの。そうだ、シロ、お前ならわかるか。証文じゃよ、そら。いつも神棚の下へ置いといたじゃろ。頼んだぞ、シロ。シロは走りに走りました。いくつもの峠を越え、まるで鉄砲玉のように駆け抜け、サダロクの家へ着いたのはもう夜明け方近くでした。お願いですだ、シロという犬が戻ってきますまでもう少しだけ待ってください。シロー、シロー、キレシロー。その時、どこからともなくサダロクの耳に天の声が響いた。傷ついた青いイノシシと痛い手な二匹の子供をか、神様、許してくだせシロは、サダロクのむしろを引きずって、いくつもの山を越え、三戸寮から自分の領地へ足を踏み入れた峠の上で、とうとう力尽きたそうです。そして、三戸寮へ向かって悲しい遠吠えを一つ残したかと思うと、シロはそのまま石になりました。
今でもこの峠を犬吠峠と呼ぶそうです。